長パート2ということで見ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本来ですと前半ですねパート2でご紹介をさせていただくのですが、今回は天皇賞ということで、前編と後編に特別に分けさせていただくということでよろしいでしょうか。はい、2本立てでいきたいと思っていましたのでぜひご期待ください。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず今回その前編といたしまして、ご紹介をさせていただくのですが、その前にまず天気ですね、の確認からさせていただきたいと思います。もともと週末3連休とも、荒れた天気というようなお話だったのですが、金曜現在ですね、明日土曜日が曇りのち雨、それから日曜日は曇り時々晴れということで25度まで上がる予報となっております。そうですね、まあ、土曜日雨が降るということなんですけども、はい、まあ、そんなに量が多く降らないようですし、日曜日まあ気温もだいぶ上がるということで、はい、おそらくまあ両馬場にはなるかなと思って見てました。はい、ということですと、やはりあのパート1の時にご紹介いただいた、その早い上がりというところですね。そうですね、まあ、ポイント1つ目早い上がりということだったと思うんですけども、はい、まあ、馬場も回復してくるということで、間違いなく早い上がりが求められるレースになるかなと思ってます。はい、それからもう1つありました枠順ですね。すでに金曜日でこの枠順も決まっている状態ですけれども、この決まった段階での感想ですね、どのようにお考えでしょうか。はい、まあ人気3頭、まあ、4頭中心になると思うんですけども、はい、ジェンティルドンナ、エピファネイア、フェノーメのイスラボニータ、もういい感じでこう枠は散らばったのかなという印象を持ってますね。あー、なるほど。そうですね、ジェンティルドンナ最内枠、それからフェノーメノが真ん中の5枠9番、そして、それからイスラボニータが7枠15番ということで、それぞれ綺麗に割れてますね。はい、まあ、天皇賞の秋はやはり、まあ、外枠が不利というふうに言われている中で、はい、まあ、内が有利な状況の中でジェンティルドンナがまず1番に入ったということと、はい、まあ、その1番人気が予想されるイスラボニータがまあ外目の枠ということで、まあ、あの8枠の成績が悪くて7枠はそうでもないんですけども、はい、ただそのイスラボニータ15番ということで限りなくまあ8枠の隣の15番ということなので、これはあの多少なりとも影響あるかなと思って見ています。あー、なるほど。そうしますと改めて何か付け加えることはありますでしょうかね。はい、まあ、あの逃げるのがおそらくカレンブラックヒルになると思うんですね。はい、まあ、その他、まあ、当選冗談ですとかサトノノブレスですとか、はい、まあ、そうですね、あと前に行きそうなのはマイネルラクリマですね。ああ、そうですね、はい、まあ、ジェンティルドンナ、エピファネイアももちろんまあ内目の方から前目に行くと思うんですけども、はい、まあ、今名前が挙がった馬がこうだいぶこう散らばっていると思うんですね。あ、そうですね、はい、なのでこう割に先行争いはこう激しいといいますか、はい、ポジション取りは少し前、スタートしてからは厳しく激しくなるのかなという印象を持ちましたね。あ、そうするとやはりま、なんて言いますか、 G1 らしい厳しいレースになってくるといった感じでしょうかね。そうですね、あの前につけた馬はやはり力がない馬は早々と脱落するような形になると思いますね。まあ、枠順に関してはいい感じで散らばったので、はい、きちんとこう力通りの結果が出そうな天皇賞秋というふうなことでいいレースになると思いますよ。あとはそうですね、パート1の時に少しご説明がありましたけれども、東京の実績ですね、やはりこのあたりもあった方がよろしいんですよね。そうですね、いろんな G1 レースがあると思うんですけども、はい、この東京のやはり 2000m というのはごまかしが効かないので、東京のやはり実績というものが非常にこう大事になってくると思います。東京のそうですね、重賞できれば G1、はい、そこでの構想の実績というのがこの天皇賞秋を見る上で非常にこう大きなポイントになると思いますよ。あ、ということです。やはり3歳であればダービーやオークス、あと、まあ、コバですとジャパンカップでしょうかね。このあたりはやはり実績として必要でしょうかね。そうですね、実績がない馬は厳しいと思います。今言ったようなレースに出ているんですけども結果が出なかったような馬っていうのは、はい、やはり天皇賞秋では厳しいと思いますよ。やはりその実績も踏まえた上での、これからの診断ということになるわけですね。そうですね、まあ、ごまかしが効かないので、はい、例えば有馬記念ですとか、はい、枠順ですとかその疲労が残ってる残っていないみたいなところで、はい、穴馬
穴を開ける馬に関してもやはりあの実績がある馬じゃないと来れないのがこの天皇賞の特徴ですから、はい、そこら辺やっぱり重賞実績、とにかくその東京での重賞実績、できれば G1 実績というところをあの大きなポイントとして、付け加えておきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではまずポイントですね、見ていただきました。では続いてですね、これから1頭ずつ見ていただきたいと思います。はい、はい、ではまず1枠1番ジェンシルドンナからお願いいたします。はい、まあ昨年は2着ということで、はい、まあ、ジャースタウェイに離されはしましたけども、まあ、先行して垂れずによく2着確保したなという、まあ、やはりあの力があるところを見せたあのレースだったと思います。はい、まあ、ただですね、あの天皇賞秋というのはあの連覇した馬っていうのがですね、まあ、シンボリクリステスがいるんですけども、あ、そうですね、はい、これもあの中山だったので3歳の時、あ、そうでした、中山で行われた天皇賞ですね。はい、なので、まあ、そこの連覇はあるんですけども、それ以外はあの並み居る本当にそのあの強い馬たちがですね、はい、連覇できずに敗れ去っているのがこのレースなんですよ。あ、そうしますと確かにあの、まあ、リピーター色の強いレースではあるんですが、はいはいはい、確かにあの翌年ですね、例えば1着になった馬が翌年出てくると着順をどうしても下げてしまうんですね。はい、まあ、あの当然リピーター色、まあ、前回 の, あのパート1でも少し話をしたと思うんですけども、はい、あのリピーター色が強いレースではあるんですが、着順を今あの話出たように落とすということで、まあ、例えばあのゼンノロブロイとかですね、はい、テイエムオペラ王ですとか、はい、まあ、あの両馬ともに、1着翌年2着と、はい、まあ、ボッカは、1着から翌年3着と、はい、でブエナビスタも1着から翌年4着、はい、エーシンフラッシュも1着から翌年3着と、はい、いうことで軒並み勝ち馬でさえも着順を落としてるんですよ。あ、確かにそうですね。はい、まあ、その他あの、まあ、例えば名勝ドトーが2着から3着に落としてますし、はい、ダンスインザムードも2着から3着ですね。あ、まあ、今回、はい、あの人気がないですけども10番に入っているペルーサも2着から翌年3着と、はい、いうことで、まあ、あのカンパニーっていう馬いましたよね。あ、そうですね、8歳で天皇賞を勝った馬ですね。はい、あのカンパニーだけあの3着がありながら、まあ、1着に上げたと。ただあのカンパニーはですね、あの1着になった天皇賞の時に、はい、次のレースでマイルチャンピオンも制覇と。あ、そうです、ということで、まあ、非常にその充実期がそのポイントだったということで、ちょっと例外かなということですね。あー、なるほど、そうですね、この馬だけはそのあの超万全みたいな感じだったんですね。はいはいはい、なので、まあ、話戻しますけども、はい、ジェンティーブドンナ、はい、まあ、昨年2着、はいはい、で今年、まあ、5歳ということで、やはり昨年よりはパフォーマンスは落とすと思いますね。あー、なるほど。そうしますと、あとは臨戦的なものといたしましては、あの宝塚記念からの直行というローテーションは去年と全く一緒ですよね。まあ、ローテーションはあの全く気にする必要はないと思いますね。あ、そうなんですね。はい、まあ、ただあの昨年はですね、はい、まあ、勝ち馬は2年連続ゴールドシップなんですが、あ、はい、宝塚記念確かに2連覇ですね、はい、去年は3着、今年は9着なんですよ。あー、なるほど。そうしますと確かに着差も見ても、そうですね、去年が0秒6差3着、それから今年が1秒2差の9着ということなんですね。そうですね、はい、あの当然宝塚記念はやはり上がりがかかるので、はい、ジェンティールドンナの適性からはずれてるんですけれども、あ、ちょっとやっぱ負けすぎだと思いますよ。あ、そうですね、確かにこれだけ開いてしまうとちょっと年齢的な衰えも心配になってきますよね。はい、まあ、京都記念もやはり上がりが求められなかった、まあ、やや重で時計は確かにかかりましたけども、はい、デスペラードにまあ負けたとはしても6着ということなんですよね。あ、そうですね、うん、はい、なので、まあ、結局そのドバイで去年2着で今年1着ということで、はい、そこをやっぱ取り上げられて、はい、あのまだ能力的にというイメージ持たれるかと思うんですけども、はい、やはり5歳の牝馬の秋ということで、はい、あの落ち目下降戦になってるのはもう間違いないですから。あ、そうですね、確かにそう言われてみますと、あのブエナビスタでも先ほどおっしゃっていただいたように天皇賞で1着から4着に5歳で下がってしまって、はい、まあ、ボッカもそうだったと思うんですね。あ、そうですね、ボッカも 4歳で1着、5歳の時に3着と、はい、はい、まあ牝馬強い、まあ、ここ最近といえばやはりボッカ
か、ブエナビスタ、ジェンティルドンナっていう感じだと思うんですけども。確かにそうですね。それぞれ、皆秋は天皇賞から の, スタートということで、はい、うん、やはり着順を落としてきてるかなと。あ、しかもウォッカとブエナビスタに関してはその4歳の時に1着で天皇賞制覇してますからね。あ、そうですね、はいはい、まあ、ジェンティルドンナは去年2着ということで、まあ、そういったことから考えてもですね、あと私去年から話してると思うんですけども、はい、まあ、ジャパンカップムーア騎手が乗って1着ではあったんですが、はい、まあ、2着にはデニム&ルビー、はい、3着にはもう当選冗談、もう本当に落ちぶれてしまっていた7歳の当選冗談というところで、はい、やはりそういった馬たちと本当にギリギリで勝ったということなので、この馬自体ちょっと能力はあまり私強化してないんです。確かに賞金は稼いでるんですけどね。ああ、そうですね、はい、確かに以前からあんまりジェンティルドナーは強くないというような話をされてましたですからね、はい、やっぱ本当に強い馬って適性がずれててもそれなりの構想しますので、はい、まあ、そういった意味でやはり下降線をたどってきている中で着順を落としてきて4ヶ月ぶりということなので、はい、まあ、メンバーも、まあ、去年もですね、ジャスタウェイは4番人気、5番人気ですか。あ、そうですね、ジャスタウェイが5番人気で勝ちましたですね。そうですよね、まあ、2番人気は確か統計ヘイローだったと思うんですよ、はい、あ、そうですね、はい、まあ、そのレベルから考えるとやはり今年は骨っぽいメンバー揃ってますからね。あ、確かにそうですね、はい、それで5歳の牝馬ということで、まあ、人気も現在何2番人気ですかね。あ、3番人気ですか。はい、はい、まあ、それでも単勝4倍台ですよね。あ、そうですね、今かなり競っている状態です。はい、そう考えるとですね、はい、非常にこう勝者動きづらいなと思って見ていますけどね。はい、では続いて、1枠2番ヒット・ザ・ターゲット。はい、まあ、この馬はですね、前走非常にこう早い上がり33秒5の上がりで、まあ、伸びてきたということで、その印象でこうちょっと内枠に入ったということで人気しそうなんですよね。あ、そうですね、前走の京都大賞典も4着でしたので、また内枠が得意というようなイメージもですねやはりありますので、かなり人気人気しそうな感じですよね。まあ、去年は京都大賞典1着からの臨戦で7着だったんですね、はい、天皇賞は。あ、そうですね、はい、7着で、勝ったジャスタウェイからは1秒7差でしたですね、はい、1秒7差ということはかなり負けてますからね。能力的にやはり G1 ではきついと思いますよ。前走、まあ、宝塚記念も確かに、あ、前々走ですね、はい、4着には来てるんですけども、はい、まあ、0秒7差離されての4着なので。ああ、そうですね、 G1 になるとやはり厳しいと思いますね。ああ、ということはやはりその、まあ、G2 までは構想しても G1 では少し壁があるといったような感じでしょうかね。はい、まあ、冒頭で話しましたように東京の 2000m の G1 もしくはジャパンカップで掲示板に入れないという過去がありますので、はいはい、まあ、内枠引いて竹騎手ということですけども厳しいと思います。はい、では2枠3番デニム&ルビー。はい、まあ、この馬も休み明けですね。はい、そうですね、宝塚記念5着からの臨戦になります。うん、まあ、オークスで3着ジャパンカップで2着、はい、まあ、東京での実績は評価してもいいところかなとは思っていますけども。あ、そうですね、この馬やはり東京での走るイメージというのが特にありますよね。はい、まあ、特にそのジャパンカップで2着ということなんですが、はい、まあ、先ほどちらっと話しましたけども、ジェンティルドンナとの力関係、また当選冗談との力関係、はい、そして何といってもその時の斤量が53キロということで。あ、そうですね、3歳牝馬でしたのでかなり恵まれてましたよね。はい、もう世間に今知られてますけれども、やはり天皇賞ジャパンカップ有馬記念と斤量が3歳軽いということで、はい、そういう馬がこう穴を開ける傾向っていうのはどうしてもこうあると思うんですね。ああ、そうですね、そういった中で、まあ、53キロで今年56キロということで3キロ増で、果たして去年のような早い上がりが使えるかどうか、ここが大きなポイントだと思いますよ。ああ、ということですと、例えば宝塚記念もやはり56キロを背負って5着ということですから厳しいということなんでしょうかね。まあ、宝塚記念に関してはこの早い上がりが求められるようなレースではないので、あ、はい、適正とはずれ
れていた中での、まあ、レースなので、ここに関してはそんな気にする必要はないと思うんですが。そうですね。そうしますと、あとは、まあ、せっかく内枠を引いて、まあ、今回ですね、天皇賞内枠かなり有利ではないかと言われてますが、このあたりはいかがでしょうか。まあ、デニム&ルビー自体はですね、まあ、内枠が当然有利なんですけども、どの馬があの内枠入っても有利っていうことではないんですよ。そうなんですね。デニム&ルビーが例えば構想、一番構想したレースってやっぱりジャパンカップだと思うんですけども、はい、そうですね、ジャパンカップの時はやはりこう外を伸びてきてるんですね。あ、そうですね、確かに外から伸びてあのわずかの差で2着だったということですよね。はい、あの強かったローズステークスも外からでしたね。あのそうですね、雨降ったところ大外一気にそうですね突き抜けましたね。はいはいはい、はい、なのでこの馬があの刺してくる伸びてくるっていうのはやはりあの外からっていうあのイメージがあると思うんですけども、はい、内を割れないのでやっぱ外を出してると思うので、あ、はい、まあ、内枠がこの恩恵を受けるか受けないかってなるとおそらく恩恵を受けないと思うんですね。おそらく外を出すと思いますよ今回も。あ、やはりそのレースぶりとしてはもうその流れとして外ということなんですね。はい、なので、まあ、56キロ背負って33秒台前半出せるかなと。まあ、馬角も大きい馬じゃないんでね。あ、そうですね、確かに430キロ台で春のシーズンも走ってたようですね。はい、なので、はい、そういったことを考えると56キロは心配です。ただ話最初に出ましたようにその東京での実績があるっていうことは確かですし、はい、まあ、今シーズン着順は悪いですけども、はい、やはりあのドバイからのビッグフレーム周りの臨戦というのは非常にこう無理がありますし、はい、まあ、その後無理がたたっての宝塚ということもあるので、はい、まあ、状態面に関しては秋の方がいいと思いますので、はい、そういった意味でまあ評価はある一定の評価はあのする必要はあると思いますけどね、はい、では続いて2枠4番スピルバーグ。はい、あんな人気してますね現在。そうですね、4番人気、5番人気あたりを争ってますね。そうなんですよね、エピファネイアとちょっと競ってるぐらいですもんね。あ、確かにそうですね。エピファネイア G1 馬ですし、はい、ダービー2着ということでスピルバーグはこれ重賞で連帯したことない馬が単勝と同じぐらいということでかなりの穴人気だと思いますよ。あ、そうですね、確かに実績の面でいきますとあの4回重賞を使っているんですが全て、3戦で3着、あとダービーでちょっと大敗しているというような形ですからね。そうなんですよ、まあ、天皇賞、まあ、冒頭で話をしましたけども、このレースは本当格が大事になってくるので、はい、過去10年で見ても3着以内に入った30頭のうちですね、はい、まあ、29頭が実は重賞勝ちという実績があるんですよ。あ、そんなに実績があるんですね。そうなんです、なのでやっぱ重賞で勝ったことも2着に来たこともないっていうところがやはりマイナスなところなんですけどもね。あ、そうなんですね。ただこの馬のすごいところはやはりこう勝っている時の上がりがですね、はいはいはい、ものすごく早いですよね。そうなんですよ、なのでその早い上がりというふうな話でいけば18頭の中ではこのスピルバーグがやっぱり一番評価してもいいんじゃないですか。それぐらいの評価になりますか。そうですね、まあ、後ろからもちろん行って溜めてるので早い上がりっていうのはあるんですけども、だからといって早い上がりを使って1着まで来れるかっていうとこれまた別ですからね。あー、なるほど。そうですね、やはり勝ち切るとなると馬の力が必要になりますよね。そうですね、まあ、5勝してる馬なんですけども全て東京競馬場ということで東京校舎でもありますしね。あ、そうですね、全ての勝ち蔵を東京で集めてるということですね。はい、まあ、もうあとはだからその重賞実績がないっていうところと、はい、まあ、距離の実績、まあ、2000m、まあ、プリンシパル勝ってますけどもそれ以外はそうですね、まあ、14ヶ月ぶりではあったんですけども1000万の日高特別でも、はい、まあ、掲示板にも入れず0秒7差負けということで、はい、距離が結局そこから 200m 縮めて1008になってからの3連勝マニジョーカーも1008ということで、はい、そこら辺の心配はありますね。あ、なるほど、確かに。あとそうですね、勝っているのは新馬戦の時に 2000m とあと2戦目で500万下の時に2着ということですね。そうですね、フェノメノの2着ですね。あ、確かにそうですね、フェノメノの2着でした。そうなんです、はい、なんでまあ、その後の共同通支配も3着ですし、はい、その勝ち馬がゴールドシップ2着がダビー馬のディープブリランテということで、はい、周りも33秒2なんですよその時。あ、そうですね、しかも2着のディープブリランテとは離差でしたですからね。そうなんですよ、
ういったことから考えると実績だとかっていうのも、はい、重症勝ちはないですけども、はい、あるといえばありますし、はい、上がり馬ということで、はい、まあ、5歳の秋、まあ、この馬は14ヶ月やっぱり休んでるので、はい、あの今が充実期ということも間違いないと思いますし、はい、まあ、あの当選ランの下なので、まあ、当選ランもあの秋のマイルチャンピオンシップ勝った時は5歳でしたよね。あ、そうですね、昨年マイルチャンピオンシップを勝ちましたですね。はい、はい、そういったことからも重賞の実績はないんですけども、それ以外の、はい、早い上がりですとか、はい、あの戦ってきた相手ですとか、はい、まあ、東京校舎ですとか、まあ、今が充実期ということを考えれば買う材料はありますよ。もちろん内枠ということで、前走もあの追い出し遅れましたけども、はい、きちんと番を割って伸びてきたということで、はい、内を割ることもできると思いますし、はい、まあ、騎手も内枠騎手の北村騎手ということなので、あ、そうですね、はい、買える材料は多いんですけども、ただちょっと穴人気しすぎだなという印象ですね。はい、では続きまして3枠5番エピファネイア。はい、この馬今年に入ってまあ3着4着ですね、まあ、菊花賞が非常にこう強い勝ち方だったので、はい、能力的にどうなのかなということで、まあ、今回進化が問われる一戦なんですね。ああ、そうですね、何しろ昨年はあのクラシック全て皐月賞2着ダービー2着そして菊花賞が1着ということでパーフェクト連帯だったですからね。はい、まあ、ダービーが2着なので東京の実績 G1 実績もあるんですが、はい、気になるのはお父さんがシンボリクリセスなんですよ。あ、はい、そうですね、シンボリクリセス3区でとにかく切れないんですよね。あ、速い足で切れ負けしちゃうんですよ。あのダービーの時も結局、まあ、先頭に立ったんですけども絆に刺されてしまったということですね。あ、そうですね、残り100ぐらいの時に一度先頭立ってたかと思いますからね。はい、なのでやはり東京の2000切れ味が求められるとなった時に心配だということがあります。あー、そうですね、この馬結局一番強かったレースってどのレースだっていう印象ありますか？やはりあの菊花賞ですかね、あの0秒8差で圧勝でしたですからね。あの時不良馬場だった。あ、そうですね、不良馬場ですね、はい、35秒9の上がりということで、まあ、上がりがかかった中でやはり不良馬場、その時にパフォーマンスが高かったので、はい、今回の東京2000の上がり勝負っていうところの適性とは真逆なので、そういったところからも評価を落とす必要があると思いますよ。あー、なるほど、そういうことなんですね。はい、まあ、もうシンボリクリセス3区も本当に G1 になると、特に 2000m の G1 に関してはもうエビファネイア以外は、はい、もうあの3着以内に入った馬1頭もいませんからね。あ、そうなんですか。はい、なのでそういったことからも極限の東京 2000m でシンボリクリセス3区、まあ、枠もいいところを引きましたし、はい、まあ、ダービー2着の実績ありますけども、人気を考えると職種は動かないですね。はい、では続いて3枠6番ダークシャドウ。いや、前走まあ4番人気だったんですけども、はい、まあ、あの消し馬ということで、まあ、このまま評価下げましたね。そうですね、あの構想が続いた後の、人気になるパターンは危ないということで、はい、あっさり切って見事に12着と大敗しましたですからね。まあ、東京の1008が得意な馬だという印象を持ってると思うんですけども、はい、東京の1008いくらなんでも得意な舞台で12着というのは負けすぎだと思いますよ。ああ、そうですね、確かに東京の1008で掲示板を外したのは今回の毎日王冠が初めてですね。あ、そうですか、掲示板外したのもやはり初めてだったんですね。そうですね、主にエプソムカップ毎日王冠といったようなレースを使っているのですが、今回そうですね、初めて掲示板外してますね。この馬が結局7歳で、はい、まあ、今年3着2着って入ったのでまだこう終わってない感が出てると思うんですけども、はい、そうですね、これ結局あのもちろん馬はもう完全に下降線辿ってるんですけども、はい、相手が弱いという形で、見るのが正しい見方だと思いますよ。あ、そうなんですね、はい、まあ、エプソムカップで、まあ、0秒2差で3着なんですけども、この時、はい、まあ、勝ったのがディサイファー、はい、で2着がマイネル・ラクリマンですよね。あ、はい、そうです。ディサイファーに関してはこれが初重賞勝ちですし、はい、マイネル・ラクリマはあの客室的に東京が苦手な馬なので、あ、はい、
その馬に結局競ってるような形なんですよ。そうですね、この時が、そうですね、0秒2差で、3着ということだったんですね。はい、なのでここで復活したとかそういうことではなくて、単純に相手が弱いので来てるという見方でいいと思います。次の函館記念も、はい、復活したとかではなくて相手が弱くて2着に来てるということですね。まあ、出なければ得意な1008で12着に負けませんよ。そうですね、確かに昨年の毎日王冠も5着なのですが、勝ったエイシンフラッシュから0秒4差ということでほとんど着差ないですもんね。そうなんですよ、エイシンフラッシュに0秒4差と、やはりエアソミュールに0秒6差、もしくはディサイファに0秒2差ってなると、はい、単純に適正で今年構想したとかっていうことではなくて相手関係で構想しているので、というのも天皇賞で結局ダークシャドウって3年前に2着に来てるじゃないですか。あ、そうですね、2011年の4歳の時ですね。そうなんですよ、4歳の時2着で、まあ、5歳で4着にパフォーマンスを落として、はい、そっから2年経っての7歳ですからね。そこで天皇賞秋で食い込んでこれるかってなると厳しいですし、はい、なおかつこの馬を目安にした時に今出てきたディサイファーですとか、はい、マイネルラクリマっていうのもおのずとこの天皇賞秋の力勝負になると厳しいと思いますよ、はい、結局このディサイファーは56キロでしたし、はい、ダークシャドウは59キロでしたので、はい、そういったことからも、まあ、金量の恩恵を受けてのディサイファーは好走ですし、はい、マイネラクリも57キロでしたし、はい、ダークシャドウを目安にするとこのディサイファーマイネラクリマという両頭も厳しいと思いますね、はい、では続きまして4枠7番サトノノブです。はい、この馬も前走一番人気だったんですけども大きく負けましたね。そうですね、オールカマーで大敗してしまいましたね。はい、前走やっぱ16着ということで適正からずれるといってもやはり厳しいと思いますね。結局、まあ、新潟は早い上がり求められるので、はい、上がりが早ければこの馬構想できない、もう典型的なパターンですから。あ、そうですね、例えば昨年の菊花賞2着も先ほどのエピワネ出ましたけど、そうですそうです、上がりかかってるんでね、不良馬場ということですからね。はい、まあ、小倉記念もさ、この馬が最速の上がりだったんですけども上がり35秒3での1着なので、はい、やはり33秒台ですとかそういう極限の速い上がりが求められるようなレースになると厳しいと思いますよ。青葉賞も切れ負けしましたからね。あ、そうですね、この時が0秒2差で4着だったと、ね、そうなんですよ、はい、切れ負けするんで、はい、まあ、母チトニービンということで、まあ、トニービンが入ってるとね東京のG1 では強いとかっていうこともあるんですけども、はい、能力的に厳しいと思います。早い上がりが使えないのはマイナスになりますね、はい、では4枠8番ディサイファー、はい、まあ、先ほどダークシャドウの話でも出ましたけども結局オープンで2着2着ということ、また重賞で確かに安定はしてるんですけども、はい、勝ちきれないといいますか能力的に突き抜けるというところがないのがこの馬のやはりポイントだと思います。あ、そうですね、確かに大体、まあ、ほとんどのレースで好走しているような馬ですので安定感は抜群なんですけどもね、はい、まあ、東京の1008で重賞勝ちはしたんですけども、はい、東京の1008っても基本的に内目の枠に入っている馬が有利なんですよ。あ、そうですね、よく言われますよね、はい、エプソムカップも毎日王冠も一番ゲートに入ってますので、あ、はい、そうですね、その内枠をやっぱり利用した中での好走っていう部分が大きいと思うということですと、例えば前走も金さんの4着にはなっていますけれどもそこまでの評価はできないということなんでしょうかね。4着ではあったんですけども0秒1差ですけども結局前に行ったサンレイレーザーを捉えれてませんので、あ、逃げた馬ですね、はい、で、はい、なおかつ後ろからエアソミュール と、はい、スピルバーグに刺されて前もかわせない後ろから2頭刺されるということで、はい、やはりそう前もかわせない後ろからも刺されるとなるとやっぱ能力的に厳しいと思いますよ。なるほど、そういうことなんですね、はい、まあ、内目の枠に入ったっていうこともあるんでしょうけど割にこう人気ちょっと荒人気してますよねこの馬も。そうですね、この馬も7番人気ぐらいでしょうかね、はい、まあ、ポジションもね前回前目にちょっとつけたということで今回も並び考えるとそこそこのポジションに多分つけると思うんですよ。6、7番手ぐらいにはいくと思うんですね、はい、ただ前回のやっぱレースぶり見ると能力的にいっぱいいっぱいでしょうね。そういうことなんです
唱させていただきまして、そうですね、はい、あの後半の方はフェノーメノからということで、はい、話していきたいと思ってましたので、ぜひ後半の方も聞いてもらえればと思います。はい、ではここまで、パート2ということで天皇賞をお送りさせていただきました。ぜひパート3もご期待くださいませ。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。